マース・カコドルトレヒトは、オランダの風景画家、ヤン・ファン・ホイエンが1596年に描いた作品で、現在は国立西洋美術館に収蔵されています。この作品は、17世紀オランダの黄金時代における風景画の一例として、多くの鑑賞者に愛されている名作です。ホイエンは、オランダの風景画の発展に大きく貢献した画家であり、 彼の作品には当時の自然や都市景観に対する深い理解と技巧が現れています。ヤン、ファン、ホイエンはオランダの画家で風景画を中心に数多くの作品を残しました。彼は1596年に生まれ、1626年頃から活動を始めました。オランダの風景画は当時非常に人気があり、多くの画家がこのジャンルで名を馳せました。ホイエンもその一人であり、 特に彼の緻密な描写と色彩のの使い方が高く評価されました。彼の作品には自然の美しさを詳細に描写することへの情熱が込められておりその技術は後の世代の画家にも影響を与えましたマース加工ドルトレヒトはホイエンの風景画の中でも特に注目される作品でオランダのドルトレヒトに流れるマース川の河口を描いていますこの絵画には以下のような特徴があります 1. 1構図の巧妙さ。ホイエンは、河口の風景を広角で捉え、遠近感と奥行きを巧みに表現しています。画面の前景には豊かな自然が広がり、中景には河川と橋が描かれ、背景には遠くの街並みと空が広がっています。このように、画面を複数の層に分けることで、見る者に広がりを感じさせる構図が取られています。2. 自然の精緻な描写。ホイエンの絵画には、 自然の細部に対する繊細な観察が感じられます。水面に反射する光や川辺の植物、さらには遠くの風景に至るまで、非常にリアルで詳細な描写が施されています。この精緻な描写は、当時のオランダ風景画の特徴であり、自然の美しさとその変化を捉えることに成功しています。3. 色彩の使い方。ホイエンの色彩使いも非常に巧みです。 自然光を受けた風景の色合いは非常に豊かでありながらも自然です。空の青さ、水の透明感じ、草木の緑など色彩のバランスが絶妙であり、画面全体に調和の取れた印象を与えています。4、雰囲気と感情。この作品には穏やかな川の流れと晴れ渡る空が描かれており、 見るものに安らぎや静けささを感じさせます風景画にはしばしばその場の雰囲気を伝える力がありますが、マース河コフトルトレヒトもその例外ではなく、自然の美しさとその悠久の時の流れを感じさせる作品です。17世紀のオランダでは風景画が非常に人気がありました。この時代、オランダは商業と経済の発展により、都市が繁栄し、 風景や都市景観が画題として取り上げられるようになりました。風景画は単なる自然の描写にとどまらず、オランダ社会の豊かさや技術力、または個人の趣味や感性を表現する手段としても重要な役割を果たしました。ヤン、ファン、ホゲンもこの流れの中で重要な役割を果たしました。彼の作品はオランダの自然と都市風景を緻密に描写することで、 その美しししさと独自賞を示しました彼の風景画は当時のオランダ社会における自然の価値観や美的感覚を反映しておりそのため多くの人々に評価され続けていますマース加工トルトレヒトはその芸術的価値だけでなく歴史的な価値も持っていますこの作品はオランダの風景画の黄金時代を代表する作品の一つとされており 当時の風景画の技術的な水準と美意識を示しています。現在この作品は国立西洋美術館に収蔵されており、多くの鑑賞者にその美しさと技術の高さを楽しませています。マース加工トルトレヒトは、ヤン、ファン、ホイエンによる17世紀オランダの風景画の傑作であり、その技術的な完成度と美しさで多くの人々に愛されています。自然の精緻な描写、 巧妙な構図、豊かな色彩が見事に融合し、見るものに安らぎと感動をもたらします。この作品を通じて、オランダの風景画の魅力と、ヤン、ファン、ホイエンの卓越した技術を感じることができます。